今回はご依頼いただいたエアジョーダン5のペイントカスタムをしていきたいと思います。テーマは T23 みたいな感じで、お願いされてますので、こちらの方をイメージして作っていきたいと思います。はい、それではペイントの方をしていきたいと思います。まず全体をアルコールもしくはアセトンで拭き取って、表面についている塗料を剥がしてからやっていきたいと思います。まずソールの方からやるのですが、アッパーにつかないようにしっかりマスキングテープを貼って筆を使ってペイントしていきたいと思います。使う塗料がアンジェラスのイエローとアンジェラスのクリーム、ホワイトとブラックを使用してやっていきたいと思います。はい、マスキングの方が完了いたしました。マスキングする際の注意点は、隙間ができないようにしっかりと貼ってください。隙間があると塗りたくないところにペイントなどが入ってしまいますので、そこは注意してください。それではペイントの方をしていきたいと思います。はい、今回はジョーダン5のペイントカスタムの方をさせていただきました。お気に入りのモデルでカラーを変えたいなどございましたら、概要欄の方にインスタグラムのホームページのリンクが貼ってありますので、そちらの方からぜひご連絡ください。今回はご視聴ありがとうございました。